IP という世界的なオープンな技術の中、攻めと守りの両面を生かすことができるかどうかが鍵となります。 IP を使いこなせるかどうかで放送局の競争力に差が出るはずです。高速大容量のネットワークの普及に伴い、視聴デバイスやコンテンツの視聴シーンが今以上に増えると予想します。放送局の形というのは、進化に合わせて柔軟に対応できるようなシステムが求められます。生活スタイルや社会構造の変化に加え、デジタル通信技術の急速な進化は映像コンテンツの視聴形態を多様化させました。放送局の制作現場では、視聴者が求める新たなサービスを提供するため、多岐にわたる柔軟性と効率化が今求められています。映像制作における時代の変化と多様化するニーズに応えるためには、放送設備の IP 化。 SDI を IP にすることにより、より大きな帯域でコンパクトなインフラを持つことができます。そして柔軟な制御や運用が可能となります。例えばリモートプロダクションやリソースシェアを通じて、より設備を集約させ、設備投資コストの低減や、例えば場所を問わない制作などが可能になります。 IP 化によるメリットは、高精細大容量の映像データを素早く処理できることによるリモートプロダクション体制が実現。映像制作現場の人数を最小化し、効率の良い運用が可能となります。映像制作現場というのは、カラー化や 4K、8K といった高解像度化へ進化してきました。しかしながら、映像制作のワークフローは大きくは変わっていませんでした。多くの人が集まって長時間をかけて制作をしていくという、この映像制作の現場を IT、IP ベースである KAIROS とネットワークを活用していただくことで、この現場のプロセスを変えていきたいというのが大きな開発理由です。放送局で使用するハードウェアの部門をソフトウェアベースのプラットフォームに移行することで、環境や場所に制約されない放送局レベルのハイクオリティ映像制作が可能となっています。一度商品を出したら終わりではなく、バージョンアップによって機能が進化していくという機器が KAIROS です。今後求められるコンテンツの数や種類は大きく増えていくと考えています。求められるコンテンツの質を落とさずに、クラウドなども活用しながら効率的に制作いただけるようなものを目指しました。長く放送業界に携わってきたパナソニックは、 IP 化に対応すべく次世代ライブ映像制作プラットフォーム KAIROS を開発。高度な演出とオペレーションを効率的に行えることや、従来型のスイッチャーと比較しても短い期間で習得できると評価いただいています。多くのお客様は今後のバージョンアップでの進化についても期待されています。そんなパナソニックは今、通信事業者向けのルーター市場で 77% のシェアを持つシスコと協業。そこには一体どんな狙いがあるのでしょうか。パナソニックは放送機器事業につきまして60年以上の歴史があります。放送の IP 化推進にあたって、今回グローバルトップメーカーのシスコと協業することになりました。放送機器のプロとネットワークのプロが組むことで、お客様の IP 化をサポートできると考えています。 KAIROS という IP ネイティブな製品に対する期待が大きいからです。シスコ単独ではシステムを作ることができないので、開発力、営業力があるパナソニックの協力が不可欠であるからと考えます。ネットワークの機器開発に取り組むシスコは、メディア業界の将来に IP 化が必要不可欠だといいます。しかし、今放送業界は時代の節目を迎えています。 IP と放送の両方に精通している人材が少なく、技術者の育成が急務です。従来の考えや運用、常識にとらわれない自由な発想にも期待したいです。 IP 化へ向け放送局が抱える課題は様々。しかし、時代の変化に対応するためには避けて通れない道だと言っても過言ではありません。パナソニックが誇る次世代 IT、IP プラットフォーム KAIROS、そしてネットワーク関連において世界でも高いシェアを誇るシスコ。一体その協業とは。大きく3つのアクションアイテムを進めています。1つ目は KAIROS を中心とする IP 対応機器との相互接続検証。2つ目はお客様がシステムとしてテストできるような環境をグローバルに提供していくこと。3つ目はマーケティング活動やプロジェクトの共同推進です。相互接続性の確認を通じて、両社の製品をお客様にいつでも使える状態にしています。シスコのショーケースではデモだけではなく POC や教育、機材の持ち込み、タチケンなど多くの目的で利用できます。今後も多くのシステムを取り入れ、主に放送局の人材育成と放送システムと IP システムを同時に検証することが可能となっています。 5G、 ローカル 5G の価値を最大化させ、低遅延で高信頼、そして多数接続など積極的な活用方法が体感できるシスコのメディアショーケース、放送局のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。放送業界の未来像とは。 IP に限らず IT 技術を自由に使えるようになってもらいたいです。技術は経営であり、技術を使いこなせるかどうかで放送局の経営力に差が出る時代になるはずです。非常に厳しいビジネス環境の中で、シスコとパナソニックの2社と世界の放送局で新しい価値を創造していきたいと考えます。まず将来の環境として、コンテンツ制作の裾野がますます広がっていくと考えています。 IT、IP 技術を活用して質の高いコンテンツを効果的に作るため、ワークフロー改革をシスコとパナソニック、そして全世界の放送局で巻き起こしていきたいと思っています。パナソニックとシスコは放送局、そして映像配信の IP 化を推進し、未来の進むべき姿へと導きます。